改修派協会は、キリスト教のプロテスタントの一教派で、他に、改修派、組合派、組合協会とも。各ッコ会の教会政治において、改修制と呼ばれる、教会員の直接民主制に近い制度をとることが、特徴で、各ッコ会の独立自治を極めて重視する。プロテスタント諸教派の系統外略改修派の語源は、ラテン語の、コングラゲーションスにある。 この言葉には、イエス・キリストの名において集まる、群れの中には、信仰において生きたイエス・キリストが共にいて、群れに集う一人、数との思想と行動を導き、それぞれの群れイコールカッコ協会を政治的に独立させるという意味がある。それゆえに、回収派教会の特色は、イエス・キリストへの信仰に生きる、回収一同による、回収制とカッコ協会こそが、教会の基本的、 本質的要素を担っているという確信による、カッ教会の独立自治とに体現される。カッ教会は、イエス・キリストへの信仰において、それぞれの教会と契約関係で集まっている、人々から成り立っている。カッ教会はいかなる信仰的、世俗的権威からも自由に、ただ神の感化によって、信仰と生活との基盤を定め、実践するものであるとされる。それこそが、 初代教会が実践し、新約聖書に明かしされている教会制度であるという改修派教会の自己理解によるものである。また、宗教改革の流れに属するもの,の、いかなる教会的、教理的信条にも拘束されない自由を尊重する。改修派教会の歴史的起源はイングランドの宗教改革にある。16世紀初頭、ドイツで、 マルティン・ルターによる宗教改革が行われ、その影響を受けて、イングランドでも宗教改革が起こった。中でも、イングランド国教会主催、ロバート・ブラウンらによる分離派改革運動は、後の改修派協会へとつながる流れとなる。ブラウンらは、エリザベス一世一家の英国国教会を宗教改革を徹底していないとして批判し、真の教会は自覚的に悔い改めて、 キリスト者の生活をなす人により構成されること、また教会は王権ではなく、教会自身の手のみによって改革されなければならず、国家から独立していなければならないことを主張した。分離派は国家に弾圧されて抵抗し、一部の人々は信仰の自由を求めて1620年にアメリカ大陸に渡った。彼らがピルグリムファーザーズと呼ばれる人々である。また、 イングランドに残った分離派は独立派と呼ばれ、1642年から1649年の新京都革命でオリバー・クロムウェルを指導者として中心的な役割を果たすことになった。なお、イングランドにおける宗教改革期にピューリタンと呼ばれたのは分離派、長老派、バプテスト、クエーガーなどの人々である。ジョン・ロビンソンを指導者としたグループはオランダに逃れ、 さらに1 6 2 0年、メイフラワー号でアメリカに渡った。ピルグリムファーザーズの人々が育てたアメリカにおける改修派協会はニューイングランドの支配的な協会となり、アメリカの政治、社会思想や制度組織に大きな影響を与えた。改修派の人々の政治、社会生活のスタイルはピューリー単身権政治とも呼ばれ、 進学教育だけでなく一般教育にも関心が深く、ハーバード大学、イエール大学、スミス大学、アマースト大学、オーバリン大学など多くの大学を設立した。進学的には、スイスの宗教改革者であったカルバンの影響が強かったが、直接民主的な改修性を取るためにリベラルな傾向を持ち、人道主義的な思想や運動と結びつきやすいものとなった。 いち早く奴隷制度に反対し、南北戦争の後、南部に黒人のための大学を設立し、現在でも人権問題に積極的に取り組んでいる。外国伝道にも熱心で、北米最初の超強派的な外国伝道団体、アメリカンボードを設立している。20世紀後半には、その主流派は他の教会と報道教会を作り、キリスト連合教会と呼ばれている。 日本における改修派協会の歩みは同志社の創立者である新島城による伝道活動に始まる。彼は幕末に函館より鎖国していた日本を脱げ国にし、アメリカで学んで1874年に帰国した時にはアメリカンボードの伝道者でもあった。翌年、新島は京都の地で同志社営学校を設立するが並行して伝道活動も行い、 京都を中心に独立自治の改修派協会を設立していった。その後、神戸を基盤に活動していたアメリカンボードの外国人伝道士やその他の改修派系の伝道士によって設立された各地の教会は緩やかな伝道協力組織として日本キリスト教伝道会社を設立。後に、教派の組織として31教会が日本組合キリスト教会を設立した。 約55年間日本のプロテスタントの3大教派であった日本組合キリスト教会の諸教会は1941年の政府の要請によるプロテスタント諸教派の合同により日本キリスト教団に合流し現在に至っている。改修派教会は各個教会の独立自治が強く、もともと教派的な団結はあまり強くない。 各国にあった教派としての組織も20世紀に入ってからのプロテスタント諸教派との合同によって独自のものは少なくなり各国の合同教会の中で改修派の流れを組む各国教会間の伝道協力のネットワークとして残っているのが現状である。しかし各国の合同教会の中で社会的な活動に熱心なのは改修派教会の流れを組む教会であり その点で、改修派協会の特徴を今でも際立たせている。ありがとうございます。